ホームランハイプチャンネル登録をお願いします。大谷も絶好調ではない仲良く戦い抜きました。素晴らしいチームです。今日の試合は2回の時点でフラーキがヤンキース打線に捕まり厳しいかと思われたが5回にヤンキースにエラーが連発しそのチャンスを逃さず一挙5点。素晴らしいですね。このワールドシリーズではフリーマンの活躍が目立ちました。 昨日までに新記録を叩き出ししかもフリーマンは大事な場面で HR を打ってくれた。山本義信も1年目とは思えないほどチームに大きく活躍した。そして大谷翔平も信じられない記録を次々と塗り替えて移籍後1年目で WS 優勝という文句なしの結果を叩き出した。ドジャース全員の団結力が感じられた WS でした。ヤンキースも強かった。ジャッジが復活してきたので勝ちたかっただろうね。 素晴らしいワールドシリーズでした。ドジャースワールドチャンピオンおめでとう。今、ニュースの詳細始めますね。お楽しみください。ドジャースがワールドシリーズ制覇で2024年の SHOTIME 完結。大谷翔平選手。メジャー7年目でついに夢かな。敵地で最大5点差を大逆転。日本時間の10月31日。 ヤンキースタジアムで行われた MLB のワールドシリーズ WS 第5戦。ドジャース VS ヤンキースは、ドジャースがヤンキースを7、6で下し、シリーズ4勝1敗でワールドチャンピオンに輝いた。ワールドシリーズ WS 第5戦。ドジャース VS ヤンキースは、ドジャースがヤンキースを7、6で下し、シリーズ4勝1敗でワールドチャンピオンに輝いた。第5戦、ドジャースは1時0。 5と5点のビハインドから大逆転で劇的勝利をつかんだ。所属する大谷翔平選手はエンゼルスから一石一年目のメジャー7年目。山本義信投手は MLB 挑戦初年での栄冠となった。フレディ、フリーマン選手が前回出場からのシリーズ6試合連続本塁打の MLB 新記録でチームを牽引し、優勝の盾役者となった。 大谷翔平選手はエンゼルスから移籍1年目のメジャー7年目、山本義信投手は MLB 挑戦初年での栄冠となった。フレディ、フリーマン選手が前回出場からのシリーズ6試合連続本塁打の MLB 新記録でチームを牽引し、優勝の盾役者となった。大谷翔平選手、5-0、5-0達成の年に世界一つかむ。 ドジャース遺跡1年目でワールドチャンピオンの閉館を手にした大谷翔平選手。ドジャースは今シーズンのナショナル。リーグを制し、ポストシーズンではパドレス。メッツに勝って、ワールドシリーズに順調に駒を進めた。今シーズンは打者に専念し、前人未到の50、5050本塁打と50盗塁の記録を打ち立てた大谷選手。レギュラーシーズンでは159試合に出場し、 打率3割1分、ホームラン54本、130打点、59盗塁でホームランと打点のタイトルを獲得。ワールドシリーズでも1番、指名打者で全試合に出場。実践初となる同シリーズでの本塁打はなかったが、チャンスの起点となるバッキングを見せるなど躍動した。第2戦で盗塁を試みた際に肩をあだっきゅうし、出場が心配されたが、 移動日を挟んだ第3戦以降も試合に出場した。6年間在籍したエンゼルス時代、勝ちに上キリキリした9月を過ごしたいと語るほどポストシーズンへの出場を熱望していた大谷選手。移籍先として選んだのは、同じロサンゼルスを本拠地とするドジャースだった。ユニホームの色を赤から青に変え、ポストシーズン初出場で世界一の栄冠をつかんだ。 2023年シーズン前には WBC 日本代表としてアメリカを破って世界一に輝いた大谷選手は、2024年シーズンでついにメジャーリーグのチャンピオンとなった。アダッキュー氏、出場が心配されたが、移動日を挟んだ第3戦以降も試合に出場した。6年間在籍したエンゼルス時代、勝ちに飢え、 キリヒリした9月を過ごしたいと語るほどポストシーズンへの出場を熱望していた大谷選手。移籍先として選んだのは、同じロサンゼルスを本拠地とするドジャースだった。ユニフォームの色を赤から青に変え、ポストシーズン初出場で世界一の閉館をつかんだ。2023年シーズン前には WBC 日本代表としてアメリカを破って世界一に輝いた大谷選手は、 2024年シーズンでついにメジャーリーグのチャンピオンとなったフリーマン選手がワールドシリーズ男にフレディフリーマン選手ワールドチャンピオンに輝いたドジャースその原動力となったのは3番打者として出場を続けたフレディフリーマン選手だった WS 第1戦ではドジャースが1点を追う10回裏ミシマン満イからフリーマン選手が逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち6 三と逆転で試合に勝利した。ワールドシリーズでのサヨナラ満塁本塁打は、MLB の長い歴史の中でも史上初の快挙だった。その後、第2戦から4戦まで続けてホームランを放ち、ブレーブスに所属していた2021年の WS 第5戦、6戦から6試合連続本塁打は歴代新記録となった。まさにワールドシリーズ男と呼ぶにふさわしい活躍でチームを牽引した。だが今季、 フリーマン選手にとっては苦しいシーズンだった。7月下旬、息子のマックスくんが神経障害の一種で難病の疑乱、バレー症候群を発症したとしてチームを一時離脱。病状が回復し、試合に復帰した時には、あんな光景をもう一度見るくらいなら、ワールドシリーズ第7戦の9回裏ン類の場面で3億回連続で三振した方がいいとコメントした。さらに試練は続く。 8月中旬には右手中指を亀裂骨折。それでも試合に出続けたが、レギュラーシーズン終盤の9月27日のパドレス戦で一塁を駆け抜ける際に転倒し右足首を捻挫。ポストシーズンはその痛みに耐えながらの出場となっていた。まさに、満身創痍で成し遂げた世界一だった。WS 第一戦での逆転サヨナラ満塁本塁打は、MLB の歴史に深く刻まれることだろう。 流れを呼び込む山本義信投手2戦目の回答。山本義信投手。10月27日に行われたワールドシリーズ WS 第2戦。ロサンゼルス。ドジャース VS ニューヨーク。ヤンキースの試合に先発登板したドジャースの山本義信投手が7回1アウトまで1安打の回答で勝利投手となった。日本の選手で WS で勝利投手になったのは、 2007年松坂大輔さん当時ボストン、レッドソックスに所属以来、17年ぶりだった。MLB 公式 X は、山本投手の降板時の動画を公開し、素晴らしい光景を伝えた。山本投手の降板時には観客席のファンがスタンディングオベーションで迎えた。この試合で本拠地で連勝したドジャースは流れをつかみ、その後のシリーズの戦いを優位に進めた。メジャー1年目。 故障もあり、戦列を離れた時期もあったが、ポストシーズンでは先発投手として大車輪の活躍、その腕でチームの世界一を手繰り寄せた、それ以上の、ドジャース。ヤンキースを逆転で退けて歓喜の WS 制覇、大谷翔平らに投じた1547億円の大補強をわずか1年で実らせる、悲願のワールドシリーズ制覇をやってのけたドジャース、その中心に大谷がいた。 野球界の銀河系軍団が進化を発揮した。現地時間10月30日に敵地で行われたヤンキースとのワールドシリーズ第5戦でドジャースは7、6と逆転勝ち。4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇を達成した。前日に4、11と大敗していたドジャースは、この日も序盤から劣勢に立たされる。先発したジャック、フラハキガハロン、ジャッジ、ジャズ、チザムジュニア、ジャンカレロ、 スタントンに一発を許して2回途中で KO となるなど4回までに5点を先行されてしまう。完全にヤンキースに流れは傾いていた。しかし、ドジャース打線が5回に目を覚めす。先頭のキケ、ヘルナンデスが右前アンダで出塁すると、続くとミエドマンの平凡な中堅へのライナーをジャッジが落球。虫一、ミルイデウィル、スミスの一打は遊撃へのゴロとなったが、 今度は遊撃手のアンソニー、ボルピが三塁に悪走球記録は失策となって無満塁となる。相手守備陣のほころびをついたドジャースはギャビン、ラックス、大谷翔平が二者連続三振に倒れて西満塁に、そして迎えたムーキー、ベッツの当たりも一塁への平凡な頃、これで三後かと思われたが、相手先発のゲリット、コールが一塁へのベースカバーを怠るまさかの失態。 この内野ンダで1点を返したドジャースは、続くフレディ、フリーマンの中前2点適時だ。さらにテオスカー、ヘルナンデスの2点適時2塁打で一気に追いついた。さらに6回裏にヤンキースに1点を勝ち越されたドジャースだったが、一度引き戻した流れはもう渡さない。8回表には虫満塁の場面でラックスが犠牲フライを放って同点に追いつくと、さらに一死満塁となってからベッツの犠牲フライで勝ち越した。 ド派手な一発構成ではなかった。それでも着実に一点を返していった打線の粘りが異彩を放ったドジャース。その後は自慢のリリーフ陣がヤンキースの追い上げを危なげなく退りけていく。そして迎えた最終回は、普段は先発のウォーカー、ビューラーが緊急登板。シーズン終了後に FA となるハイヌワンが三者凡退で切って取り、スター軍団は開催を叫んだ。 コンオフに大谷との10年7億ドル約1015億円当時のレートの長巨額契約を締結するなど、総額10億6700万ドル約1547億円当時のレートという天文学的な投資を行った補強を展開したドジャース。開幕前からワールドシリーズ優勝が絶対目標とされたが、レギュラーシーズンを含めてだと、ドジャースを掲げるライバルをことごとく退け、 最後まで圧倒的な強さを発揮した、ロバーツ監督、大谷翔平と歓喜のハグ・オー・マイが、世界一の選手たち賞賛我々の選手を誇りに思う。今季はムーキー、ベッツ、フレディ、フリーマンに大谷翔平が加わり、MVP トリオが上位打線を形成、強力打線を引っ下げ、近年は勝負弱かったプレーオフもしぶとく勝ち上がった。 試合後は歓喜の輪で大谷と笑顔でハグ。米スポーツ専門局 ESPN の番組スポーツセンターの試合後中継内で指揮官はオーマイガー、と喜びを口にした。我々の選手を誇りに思う。人々は台本のようなことを話すが、私はウォーカー、ビューラーが第5戦の9回に投げるなんて思ってもいなかったと語った。先発の一人であるビューラーを9回に投げさせたことについて試合前、 ウォーカーが今日投げられるよとテキストメッセージを送ってきたんだ。それを考えていて、呼ばれたら投げられるように彼はブルケンにいたんだと舞台裏を明かした。今日は、山本義信が9回史上初5冠達成、プレミア12、東京五輪、日本一、WBC、WS 制覇のコンクリート。山本は、ドジャース加入1年目でワールドシリーズを制覇。 日本人選手では05年井口ホワイトソックス、07年松坂、岡島レッドソックスに続いて4人目のメジャー1年目でのワールドチャンピオンになった、頂点とは何かと縁のある山本。所属したオリックスでは22年に日本一、24年にドジャースでワールドチャンピオンに輝いた、さらに侍ジャパンでも19年プレミア12、21年東京五輪。 23年 WBC と3大会で優勝を経験した。9回史上初の五冠で優勝をコンプリートした。プレミアジュに、東京五輪、WBC を3大会連続で制した侍メンバー若いソフトバンク、山田ヤクルト、現田セーブ、吉田正レッドソックス、近藤ソフトバンクの5人もいて、現在外の4人は日本一も経験しているが、 ワールドチャンピオンを手のしたのは山本だけだ。WBC で二刀流フル回転で胴上げ投手になった大谷はプレミア12、東京五輪には出場していない。プレミア12、五輪、WBC の全大会を優勝した経験があるのは日本だけ。山本は26歳にして世界で唯一の五冠となった、それ以上の世界一の大谷翔平ただ、 ただ嬉しい本当に最高の終わり方ができた一問一答。メジャー7年目で初のワールドチャンピオンに輝いた大谷翔平投手30の一問一答は以下の通り、率直な気持ちは、ただ、ただ嬉しい、ナイスゲームだったかなと思います。今年一年本当に楽しそうに野球をやる姿が印象的だった。野球人生において、今年の一年はどういう一年でしたか。新しいチームに来て、 本当に最高の終わり方ができて、本当に最高の一年だったと思います。ドジャースのチームメイトはどんなチームメイトですか良い選手でもあり、良い人たちでもあり、本当に最高にまとまった素晴らしいチームだなと思っています。日本のファンにメッセージ、本当にシーズン中から遠いところ、球場に応援に来てもらったりとか、本当に声援が力になったので、なんとか最後勝てて、 言い終わり方ができて最高のシーズンだったなと思います。それ以上の最近気になる情報。ドジャースが今年のワールドシリーズ進出により得られる経済効果はおよそ1168億円1181万円となる関西大学の宮本名誉教授調べとの試算が発表されております。また CNN から取材を受けたドジャースの球団社長兼 CEO のスタン カステン氏は最近気になる情報。同メディアのナタ社、チェンキ社がアップした広告枠が完売しているとのニュースの是非を、スタン、カステン氏、都業店のニュースを明かしたのです。もちろんドジャースタジアムで広告枠が売り切れたことはこれまで一度もなく、ドジャースへ入団後にのも秀吉がトルネード旋風を巻き起こした時も、日本企業からの広告が掲示されましたが、 大谷選手の日にならないと言われています。カステン氏はこの大谷現象と呼べる状況を素直に喜びたいとした上で、スタン、カステン氏と語り、効果は本拠地だけに限らないと付け加えました。ンワールドシリーズの視聴率も最近で悪いを見ないほど記録的な視聴率を叩き出しているのも大谷効果の一つなのでしょう。ということで、今回の動画ではワールドチャンピオンに あと一つと迫ったドジャースが受けた大谷効果について球団社長のコメントをもとにご紹介していきたいと思います。本日はノーヒットと肩の怪我もあるのか快音は聞かれなかった大谷選手でしたが試合中に米大手スポーツ局フォークススポーツの取材に答えたデーブ・ロバーツ監督は大谷選手についてデーブ・ロバーツ監督 とその存在に絶大な信頼を寄せておりました。第3戦は先発のビューラー選手が2安打無失点の高騰を見せ、打線ではフリーマン選手が3試合連続弾で、勢いは確実にドジャースに傾けています。そして、選手たちの攻防の外で、それぞれの地元メディアでは、試合の熱狂とともに大谷現象を特殊。ニューヨーク、ポストでは、地元ヤンキースの、主砲ジャッジ選手とドジャース、 大谷選手を筆頭に、多くのスター選手を擁する両チームの対戦を、スター、ウォーズと表現しています。その上で、先発投手の不足に悩むドジャースに対し、終わりを意味するだろうと攻撃しています。対するロサンゼルスの地元紙は、ヤンキースはスター選手が多いが、ドジャースの方が才能があると、露骨地元ビーキで、メディアもバチバチなようでした。ここまで、 ドジャースが3勝とリードしている展開ですが、この先の試合ではさらに、観戦チケットも、大谷現象で驚くほど高騰していくそうです。アメリカのチケットサイトでは、最も安い席でも約13万円、そして最も高い席は、第5戦では、1000万円近くまでなっているようです。また、この現象は、市長にまで波及しています。ロサンゼルス市長はドジャーブルーのスーツで会見し、 ここはチャンピオンの街であり、私たちは勝つ準備ができている。ガンバれドジャース、東方園の言葉を送っていました。現地では、ワールドシリーズの第一戦の日に、近年稀に見る大渋滞が予想されているそうで、ロサンゼルス市は、大規模な交通規制を行うことを発表しました。そうした中で、大谷選手が新たな快挙を達成しました。日本時間の25日、アメリカの老舗。 スポーツメディアスポーティング、ニュースの年間最優秀選手に選ばれました。今シーズン全人未踏の異常5050 50を達成。この賞は、選手同士の投票で選ばれて、大谷選手は2度目の受賞となりました。複数回の受賞は史上11人目です。様々な人々を虜にし、加熱する大谷人気。先日のポストシーズンには、ブラッド・ピットやトム、ハンクスなど、 スーパースターも観戦に訪れました。テレビ視聴数も史上最多の数字を叩き出しました。この大谷効果がアメリカで陰りを見せていた野球人気を再燃させているといえます。この影響はアマチュア野球界にも波及しているようです。部員が増えたというロサンゼルス近郊の少年野球チーム大谷選手のバッティングフォームを真似る子が続出しました。大谷の真似をしたら打てるようになったんです。 少年たちは、大谷選手の、盗塁からも刺激を受けています。野球少年、コーチは、大谷選手の活躍が、子供たちの可能性を広げているといいます。少年野球コーチ、この他にも、野球を始めたての幼少期のお子さんにも、大谷選手は良いお手本となっているようです。ベースポーツ専門局、ESPN は、リトルリーグ、ワールドシリーズに出場中の選手を、 対象に最も好きな野球選手を調査した結果、堂々の1位に輝いたのが、大谷選手でした。そんな大谷選手の人気っぷりが、狙い得るエピソードの一例として、とある地方の少年野球の監督をする男性と、熱心な野球少年のエピソードを紹介します。その男性は物心ついた時からの熱狂的な野球好きで、大谷選手がメジャー2年目の2019年に、 メッツという名前の少年野球チームに当時3歳の自分の息子を入団させ監督も引き受けました最初はブカブカのユニフォームを着て一生懸命投げて走って打つ子供の姿は可愛いなぁと思っていましたが彼の息子を含めやる気がある子が何人もいたおかげで他の子も触発されて全員がめきめきと上達していきその姿に監督を務めていた男性も 熱心に子供たちに向き合うようになりました。まだ3歳と落ち着きがない子供が多く、試合では強引にバッターボックスに立たされる子がいるリトルリーグで、メッツの子供たちは堂々と打席に立ち、さらに打っては強烈なライナーを放ち、他チームの親が驚愕するほどの活躍っぷりを見せました。そんなやる気に満ちた、メッツの中でも特に熱心だったのが、当時3歳になったばかりのルーカスくん ルーカスくんはいつも練習に来るとキャッチボールや、ノックをやってほしそうに監督に近寄っていき、打撃練習では T ィにボールが置き続けられる限り、何十球でも楽しそうに打ち続けるような子でした。3歳の子供がそこまで必死に野球に熱中できるなんて、想像しただけでもなんとも美しいですね。そんなルーカスくんの野球好きは母である、エイプリル、マルティネスさんの影響が大きいようです。 マルティネスさんはエンゼルスの地元オレンジ軍在住にもかかわらず大のヤンキース班。自宅で熱心にヤンキースに声援を送り続けるマルティネスさんの横で、常にルーカス君は手にバットとボールを握りながら声援を送っているそうです。3歳の子がここまで必死に野球を見ている姿を想像するとなんだかほっこりしますね。きっと、この年齢でルーカス君が熱心な野球班に成長したということは、 母親のマルティネスさんもまた相当な野球好きだということが伺えます。しかし、ルーカス君が好きな選手はヤンキースの選手ではなかったのです。いつものように野球中継を見ていた際、母のマルティネスさんが、ルーカスの好きな選手は誰と聞いたところ、大谷、とはっきり答えたそうです。この反応に対し、母のマルティネスさんは、この反応に対し、母のマルティネスさんは、 エイプリル・マルティネスさん。そんな、ルーカス君の大谷好きは、2021年シーズンからだそうで。エイプリル・マルティネスさん。また、自身のメールアドレスには、YANKES という文字を入れるほど、筋金入りのヤンキースファンである、マルティネスさんですが、ルーカス君が大谷選手のようになりたいのは、大歓迎だと言います。エイプリル・マルティネスさん。人間性に優れ。 スポーツマンシップのある大谷選手の存在は、今やエンゼルスファンの垣根を越えて、マルティネスさんのように他球団のファンである、親御さんからの絶大な支持につながっています。また、野球は一人でするものではなく、常に、周りの方に支えてもらっているからこそ成り立っている、というスポーツマンシップを体現させた、大谷選手は MLB にとって、唯一無二の存在なのでしょう。そして、 その影響力は多くの企業をも虜にしているようです。ドジャースは4月に日本企業の契約ラッシュで世間をあっと驚かせました。1日には航空会社の ANA と複数年契約を締結し、ロン・ローゼン副社長兼最高マーケティング責任者自らが2024年シーズン以降も ANA を企業パートナーとしてお迎えできることに興奮しています。とコメント。 大谷選手個人は最大のライバル会社の JAL と契約しており、この契約が締結されて以降、個人で移動する際は JAL、チーム全体で移動する際は ANA を利用するという二刀流を見せています。ライバル会社がチームと所属する、個人とでそれぞれ契約を結ぶというのは、広告業界でも異例中の異例と言われており、関係者を驚かせました。ANA との締結が発表された3日後には、 T.O.Y.O.D.I.R.E. 東洋タイヤがドジャースと複数年契約に合意。すでにドジャースタジアムのバックネット裏やデジタルネオンに広告が設置されています。世界的なシェアを持つ2社との契約が発表されたことだけでも驚きですが、さらに4月8日には大手医薬品メーカーのコーアとこちらも複数年の契約を結ぶことが発表されました。コーアの主力商品であるバンテリンの CM には大谷選手が起用されており、ロッカーが公開された際にはさりげなく棚にバンテリンが並べられていたこともあったようです。こういったスポンサーや契約企業へのさりげない気遣いがあるからこそ、ドジャースや大谷選手と契約したいという企業が後を絶たないんでしょうね。ちなみに講和は7月22日に行われるジャイアンツ戦で、大谷ハットを来場者に配布することが決まっています。 その後もドジャースは4月だけで100円ショップ大手のダイソー日本関財センターとの契約を発表この契約ラッシュとも言える状況に地元紙ロサンゼルスタイムズのビル最近記者も驚きを見せシーズンがスタートしてからドジャースはおおよそ週に1回のペースで日本企業とのスポンサー契約を発表していると綴るほど実際5社の契約した日付を見ると 最短で中2日、最長でも、2週間後に次の契約が発表されており、SNS 上のファンからは、同じニュースだと思ったけど違う会社だった笑い。ドジャースタジアム内に日本語が溢れる。もう大谷選手との契約金の元を取ったんじゃないか、など驚きの声が寄せられていました。ドジャースと契約した日本企業はこの他にも、木下グループ、KOSE、さらにはチクチギンダコ、 稲葉食品など海外進出を目的とする企業が多く稲葉食品の商品はアメリカの SNS でも話題に現地で取材を行っていた記者は稲葉食品は3月からドジャースと契約を結んだのでオープン戦の中継でホシやバッターの後ろにあるバックネット下に広告が掲示されました特に猫用おやつシャオチルの海外向け商品の看板が SNS でも話題になっていましたと語りました。SPONSOR United スポンサーユナイテッドは10月24日に発したレポートによると全39弾の今年のスポンサー収入は前年比23%増の約19億ドル約2885億円となっており2022年比ではなんと55%増という結果にレポートによると 全球団合わせポンサー契約を獲得し、中でも建設、産業、自動車、保険のカテゴリーで大きく増えております。建設、産業業界のスポンサー契約は、前年比45%増と最大の伸びを示し、総額は7600万ドル約115億円に達しました。そして、一部メディアでは、この MLB のスポンサーを大幅増に、 大谷選手の影響がかなり大きいと指摘しております。大谷選手は MLB 史上初の50本類打50盗塁、50、50という快挙を成し遂げ、ドジャースに移籍する前から大谷選手のスター性に目をつけていた日本の企業の関心を引いており、移籍後は次々にスポンサー契約が舞い込みました。スポンサー契約を結んだ日本の企業は、 2022年には19条で11社だったのが、今年は1 5条で35社となりました。レポートには書かれていないが、SPONSOR、UNITIED の共同創業者で、最高経営責任者 CEO の、ボブ・ビンチが筆者に語ったところによると、ドジャースのスポンサー契約数は30団中25位だが、今年のスポンサー収入は、B、n f l ナショナル、 フットボール、リーグの多くのクラブを上回る3億ドル約455億円近くに達したと言います。そして、広告を掲載した日本企業は、早速その効果を実感しているようです。08年にエンゼルスとスポンサー契約を締結し、このほどドジャースとも契約を締結した、ヤクルトはその効果を実感しています。広報担当は販売数の変化について、ヤクルト広報担当、 と語りました。前年比で1割以上も販売本数が増えることはこれまでになく、21年に大谷選手が二刀流で大きな注目を浴びてから数が大きく変化しています。同社は21年にも広告関連の話題で取材を受けており、当時の販売本数は1日46万3000本だと回答しており、広告による影響が全てとは言い難いですが、 そこから約20万本近く増加している数字を見れば、広告効果は、あると言えるはずです。人材サービス大手のィップは、自社広告に大谷選手を起用したところ、想定以上の成果を生んでおり、社名の認知度が上がるだけでなく、自社で運営する求人情報サイトの訪問数や、応募数も大きく増加したといいます。同社の広告担当者は、現時点で十分効果があったと言及し、 企業 CM の放映を開始したのは、2023年12月31日でしたが、同社はその前後で企業認知度を比較。CM 放映前、2023年9月811日における、VIP の企業認知度は64%だったが、放映後、2024年1月1822日は74%となりました。また、VIP の運営するアルバイト、パート、 求人情報サイトバイトルの訪問数は23%増、応募数も17%増という結果に、総合求人情報サイト、働たこネットも同様に、訪問数が15%増、応募数が10%増となりました。実際、大谷選手が転職サービスを使うことはあまりないでしょうが、大谷選手が全面起用されている広告には人々は目につくので、 それに常時的量の認知度も上がっているのですね。しかし、ドジャースは MLB でも屈指の人気球団ということもあり、5年ほどの複数年で広告の契約を締結するのであれば、約12億から15億円の費用がかかると言われており、大きな賞賛がなければ、簡単に手が出せる戦略ではないでしょう。高額な広告量は、名門チーム、ドジャースだからこそだと、アメリカ球界に詳しい。 名城大学准教授の鈴村雄介氏は分析しました。鈴村雄介氏、さらに鈴村氏は今後も、ドジャースタジアムに広告を出したい企業は、別になっているはず。としましたが、7月に驚くべきニュースが飛び込んできました。アメリカ大手メディアの CNN は大谷選手がもたらす、経済効果について詳しく報じており、ある日本の大手旅行代理店は、ドジャースのホームゲームごとに日本から、 約200人の予約があると明かすなど、ドジャースは大谷効果を最大限に活用していると断言。新しい日本のスポンサーは12社となり、スタジアムの広告ボードは日本企業の看板で埋め尽くされることになりました。CNN から取材を受けた、ドジャースの球団社長兼 CEO のスタン、カステン氏は同メディアのナタ社、チェンキ社がアップした広告枠が完売しているとのニュースの是非を、スタン、 カステン氏、と行店のニュースを明かしたのです。もちろんドジャースタジアムで広告枠が売り切れたことはこれまで一度もなく、ドジャースへ入団後にのも秀吉がトルネード旋風を巻き起こした時も日本企業からの広告が掲示されましたが、大谷選手の日にならないと言われています。カステン氏はこの大谷現象と呼べる状況を素直に喜びたいとした上で、スタン、カステン氏と語り、 効果は本拠地だけに限らないと付け加えました。さらに、カステン社長は、ドジャースにもたらした大谷効果は、MLB 界全体にも波及したと振り返りました。スタン、カステン氏、AP 通信が報じたところによると、メジャーリーグの1試合平均観客数は、前年から0.9%増加、昨年に続く2年連続の増加でしたが、これは20万1112年以来、 12年ぶりだったと言います。今季のメジャー全体の1試合平均観客数は29,568人で3万4 2人だった2017年以降では最多無観客で行われた2020年のパンデミックシーズンと人数制限があった21年を乗り越えて球場には活気が戻ってきました。特に今季は大谷選手が 人気球団のドジャースに移籍したことも大きく、ドジャース自体の1試合平均観客数は、23年の47,371人から48,657人へ、2.7%の微増ですが、ドジャースがアウェーチームとして乗り込んだ敵地での観客数は、32,291人から36,253人へ、12.3%の大幅増を記録しました。 先日のレギュラーシーズンでの敵地ローンデポパークで行われたタイマーリンズ戦で、米メディア、SORTICO は、大谷の5050 50への挑戦が、低迷するマーリンズの観客動員増加に貢献。との見出しで、ジェイソン、クリンクスケール記者の記事を掲載し、大谷選手の登場でいつもより、 観客動員数が37%増加し、17,902人が球場に足を運んだと報道しました。同日の試合を終えた時点で書かれた記事で、マーリンズの今季観客動員ランキングはメジャーに9位。大谷選手の打棒を一目見ようと球場に駆けつけた、敵地のファンが多かったことを数字が証明したようです。一方で、昨季まで大谷選手が所属したエンゼルスは、 球団ワーストの63勝99敗と大きく低迷したことも相まって、ホーム、アウェイともに足を運ぶファンを大きく減らし、ホームのエンゼル、スタジアムに集まった観客は、2.4%減32,599人、31,822人、敵地では19.2%減、31,402人、25,367人、やはり、 大谷選手不在の影響が顕著になったようです。また、ベースポーツビジネス企業家のジョーポン・クリアーノ氏が X w ツイッターで、ドジャースの広告収入は3000万ドル。約44億7240万円に達していると言及し、ここまでの大谷効果にはさすがに、カステン社長も予想を超えていると驚きました。スタン、カステン氏。 またカステン氏は大谷選手が加入したことで、スタジアム内には、これまで見なかった光景が広がっていると指摘。日本語のスタジアムツアーは連日大人気で、試合がない日でも日本からのグループが、誰もいないドジャースタジアムに訪れ、ダグアウト、フィールド、プレスボックスなどを見学。日本語ツアーは週に4回も提供されており、この盛況ぶりにカステン氏は、満足そうな笑顔を見せました。 スタン、カステン氏、多くの日本人観光客が訪れることを見越して、球場内では飲食で日本のメニューを増やしています。ドジャードップのような伝統的な食べ物に加えて、チキンカツサンドイッチ、寿司、黒豚ソーセージ、たこ焼きなどの新メニューが数多く並び、アメリカの観客からも上々の反応が見られているようです。球場シェフは、 たこ焼きには少し、ロサンゼルスの風味を加えましたと胸を張ります。CNN はこうした球場内に広がる光景を、CNN と総括しました。もし自分がアメリカへの旅行を計画するのであれば、大谷選手がプレーするところ、一目見たいという気持ちは痛いほど理解できますよね。大谷選手の経済効果に期待しているのは、球団だけではありません。観光局、CEO のアダム、 バーク氏は、アダム、バーク氏と明かしており、観光局は日本からの訪問者の8090%が、ロサンゼルス滞在中に少なくとも一度は、ドジャースタジアムに行くと試算しています。同局の調査では近隣のホテルの値段も、上昇しているようで、ホームゲーム期間中のホテル料金が高くなり、一泊あたりの差が100ドル、約1万6000円、以上になることも少なくない、と報じました。 ロサンゼルスに日本人が押し寄せたことで、一時は存続の危機もささやかれていた、日本人街、リトル、東京も活気を取り戻しています。大谷選手の壁画が描かれたことでも、有名になった都ホテルでは、ホームゲームの日の午後3時頃になると、ドジャースのギアを着た日本からのお客でロビーは、大混雑の様子を見せ、ホームシリーズ中はいつも満室です。都ホテルに限らず、 ロサンゼルスのダウンタウンのホテルの宿泊日は、ドジャースのホームゲームの日は満室状態が続いており、この現象はシーズン終了まで続くと言われています。中にはドジャースがワールドシリーズへ進出することを狙って、10月後半の部屋を抑える人もいるほど、バーク氏はこういった活況について、アダム、バーク氏、と語りました。 大谷選手はすでにスタジアムの中だけでなく、ロス全体に影響を及ぼしていることが、よくわかりますよね。CNN は関係者への取材を総括して、熱狂はまだまだ続く、と結論つけましたが、実際にロサンゼルスへ観光に、訪れた人たちの性の声を聞くと、この言葉に誤りがないことがよくわかります。球団関係者に対して取材を終えた CNN は、 スタジアム周辺にも取材範囲を拡大させ、様々な人たちにインタビューを言っています。ドジャースタジアムに観戦に訪れた日本人観光客の筆目、タカコさんの爪には、ドジャースのロゴと大谷選手の背番号の17という数字が刻まれていました。タカコさんは約10時間かけて、日本からロサンゼルスへ飛び、カリフォルニア州に数日間滞在しています。今は円安なんで、 かなりの出勤になりそうです。と苦笑いを見せる高子さんですが、地球を反周してまで試合を見に来る理由を、現地の記者に尋ねられると、キツメ、高子さん、と答えました。高子さんと一緒に、スタジアムを訪れた湯原、明さんは、湯原、明さん、と笑顔を見せながら、大谷選手の人気の秘訣について証言しています。ロサンゼルスに住むジュリクー、ロ尾さんは大谷選手を、 とにかく桁外れな人だと表現し、日本から来た兄弟をドジャースタジアムの日本語ツアーに連れて行きました。兄弟が大喜びする姿を見たクロウさんは、ジュディ、クロウさん、ジュディ、クロウさん、と感想、述べ、取材をしていた CNN のクルーに、そんな真面目に仕事をしてるよりも、大谷の打席を見た方がいい、とジョークを飛ばしています。大谷選手のプレーが見たくて海外に行ったことがある。 という日本人ファンは少なくありません。韓国まで行ったことがある人もいれば、ロサンゼルス南東のアナハイムに拠点をークエンゼルス時代の数年間に南カリフルニアまで足を運んだファンもいました。ドジャースタジアムでは日本語のツアーが組まれていることは先に紹介しましたが、新たに採用した6人の日本語ツアーガイドの中には、エンゼルスの球場で同じようにファンを迎えていた者も,もおり、 こちらの大谷選手と一緒に移籍をしてきた格好になります。名古屋からやってきた大谷選手班の林、美花さんはツアーに参加し球場内のグルメを堪能しました。満足そうな表情で一日を振り返った美花さんは、林、美花さんと語り、何度でも来たい、と今後もロサンゼルスへの旅行を計画すると明かしています。 三花さんは前にも姉妹と大谷選手の試合を身に放迎したことがあり、なぜそこまで熱心なのかと聞かれると、妹の菜のハさんは姉の気持ちを代弁するように、林、美花さん、と語りました。姉妹はリトル、東京の名物になりつつある。大谷選手の壁画の前でも記念撮影を行う予定だといい、ファンの間では壁画の前が聖地になりつつあるようです。 しかもこの壁画には粋な仕掛けが施されています。歩道の QR コードにスマートフォンを向けてから壁画にカメラを向けると、大谷選手がバットを振って投球する、拡張現実 AR、ER、の映像が現れ、ドジャースの試合が始まるぞ、とアナウンサーの、ビン・スカリー氏の声が鳴り響くのです。この壁画を描いたアーティストの、ロバート・バルガス氏は開幕に合わせるために、 徹夜作業を含む9日間で高さ150フィート、約45.7メートルの作品を完成させました。壁画を作成した意図についてバルガス氏は、ロサンゼルスで暮らすアジア系、ラテン系コミュニティが交わる、交差点を集いの場所にしたかったといい、ロバート、バルガス氏、とコメント、大谷選手を描くことはすぐに決まったようで、その理由をバルガス氏は球場の内外を問わず、 人としての正しい道を象徴していると説明し、自分は壁画にすることでそれを、讃えたかっただけなんだと語りました。壁画が描かれている建物から道を、一つ挟んだ場所に位置するミスター、ラーメンでは、大谷選手がホームランを打った翌日に、限定17食でラーメン半額サービスを行っています。このお店は30年以上、同じ場所で商売を続けていますが、 店主は日本人観光客をはじめとした集客数は今年が一番になりそうだと笑顔を見せました。また同じ並びに位置するファー、バーでは大谷選手がホームランを打つたびにいっぱい無料でドリンクを提供しており、オーナーのドン、田原氏はドン、田原氏とお店での様子を明かしています。CNN はロサンゼルスに住む人たちや観光客に取材を行い、最後に CNN と締めました。取材をまとめた記事はアメリカ国内でも大きな反響を呼び、SNS 上にはロサンゼルスでの盛り上がりがよくわかった。母国のスターを応援し行く気分は最高のはず、昌平ガリトル、東京を蘇らせた、と様々な意見が寄せられています。こういった特集記事を見ると、大谷選手はドジャースの一選手を飛び越え、ロサンゼルスの象徴的存在といっても、 過言ではありませんよね。CNN は記事の文末に、日本とは縁もゆかりもない人たちまで、大谷選手に熱狂すると記しましたが、アメリカのセレブと言われる人たちも、大谷選手に見せられており、昨年の遺跡騒動の際はラブコールを送る人物まで登場しています。直近3年間で2度の MVP に輝いた大谷選手が、どの球団を遺跡先に選ぶのか、前例の注目を集めました。 最終的な候補として上がったのは、エンゼルスへの残留。トロントブルージーズ、ロサンゼルス、ドジャースの3球団で、その中から大谷選手はドジャースを選び、10年総額7億ドルという前代未聞の金額で契約を締結。大谷選手は遺跡は北米スポーツ最大の関心事項、との表現を受けましたが、そんな中、密かに大谷選手へ、ラブコールを送っていたのが、 ドロント出身のラッパーであり、大のスポーツファンとしても知られるドレイクさんです。ドレイクさんは地元チームである、ブルージェイズの熱狂的なファンとして知られており、チームが最終候補に残る中、大谷選手がオールスターで着用した、ユニフォームを着て自身のインスタグラムにアップ、間接的ではありますが、ブルージェイズに、入団してほしいという意思を表したのです。ご存知の方も多いかもしれませんが、 大谷選手はドジャースとの契約が発表される寸前までブルージェイズと話がまとまったと報じられていました。しかもブルージェイズに所属する菊池剛選手が大谷選手加入のお祝いにレストランを貸し切ったという噂に加えトロント行きのプライベートジェットに大谷選手が乗り込んだなどと報じられたため入団は決定的とまで言われていたのです。今になってみればこの話は 全てで絡め、であり、笑えてしまいますが、おそらくドレイクさんもこういった話題に、一気一遊していたはずですよね。大谷選手の遺跡はセレブたちも、大注目していたことがわかりますが、最終的にドジャースに決定したことには、NBA、ロサンゼルス、レイカーズの、レジェンドであるマジック、ジョンソン氏も、X で反応を示しています。ドジャースを買収したグッンハイム、ベースボール、 マネジメントに名を連ねる。ジョンソン氏は、マジック、ジョンソン氏、と大谷選手の加入に大きな喜びを見せました。またアメリカで大人気のテレビシリーズ、ドクター、ハウスなどに出演している、俳優オリビア、ワイルドさんを、大谷選手の試合を楽しむ姿を自身の SNS にアップし、大きな反響を呼んでいます。オリビアさんはハリウッドを引っ張っていくホットで、若いセレブ8名にも選ばれたことがあり、 若い女性人気も非常に高いことで知られていますが、これまで野球観戦をする姿などを公開したことはありませんでした。ですが、大谷選手を一目見ようとしたのか、4月16日に行われた本拠地のナショナルズ戦に姿を見せ、サングラス姿で女性との2ショット写真をアップ、怪しいドジャースファン、というコメントから始まるストーリーは、大谷選手を含む選手の ストレッチ風景も収められており、これのために早めに来たと、感激した様子が綴られていました。普段あまり野球に興味のないセレブまでが、大谷選手見たさに球場へ足を運ぶことには、ファンも驚きを見せ、ストーリーには、え、見に行ってたのオリビア、ワイルドのドジャースキャットは、最高にかっこいい、みんな昇平、大谷のファンになる、とコメントが寄せられています。 この他にも競泳の五輪メダリスト、入江良介さんは、テレビ番組の収録の合間に、ドジャースタジアムを訪れており、入江良介さん、と綴りました。この他にも様々なセレブが、大谷選手に注目していると言われており、高い注目度はドジャース戦の、チケット価格を押し上げています。当チャンネルでは以前、ドジャースのホームゲームの平均再販価格が、200ドルに達したことをお伝えしましたが、 現在注目を浴びているのは、プレイオフシリーズの価格です。大谷選手が10月の戦いに登場することになり、チケットの再販価格は、ベーデータサイト、ファン、GRATHS によれば、レギュラーシーズンの倍近くにあたる380ドルから400ドル前後で取引される見込みだそうです。もしドジャースがワールドシリーズに進出した場合のチケット再販価格は、 オンラインチケット再販事業者スタブハブの担当者も、検討がつかないほど高騰すると思うと語っており、プラチナ化することは間違いないと言えます。先日、米チケット販売業者の TFL は、22日にワールドシリーズの平均価格を発表。最高はニューヨークで行われる30日、日本時間31日、の第5戦で1583ドル。約24万円。 サイアスはロサンゼルスで開催される25日同26日の第一1戦で1133ドル。約17万2000円。と、破格の値段です。ロサンゼルス。タイムズ紙電子版によると、ロジャースはワールドシリーズ進出決定前の17日に販売を開始、800ドル約12万円以上に設定したが即日完売。再販されているバックネット裏の座席は、軒並み100万円以上。 同志は人気歌手、テイラー、スウィフト級の価格に達したと表現し、まさに世界中が注目するシリーズとなっているよ。